大台ヶ原さんは奈良県と三重県の県境にある標高1695.1メートルの山である。深田久屋によって日本百名山に選ばれたほか、日本百景、日本の秘境百選にも選ばれている。1980年に国際連合教育科学文化機関の生物研保護区に登録された。最高点の一等三角点は基準点名が 大台ヶ原山であるが、国土地理院による地図には、日出が竹と表記され、三重県の最高峰である。三津高地山や京ヶ峰など、標高1400メートルから1600メートルの複数の山と、これらの山に囲まれた、東西5キロメートルほどの大地上の地帯は、大台ヶ原と呼ばれ、奈良県吉野郡上北山村と、道郡川上村及び、三重県滝郡。 大台町にまたがっている。大台ヶ原は、吉野熊野国立公園の一部として指定され、特に景観を保護するために特別保護地区に指定されている。大台ヶ原山周辺の地形図。大台ヶ原さんは、中央左の後方。南東の天狗倉山から望む大台ヶ原。山西室が竹の三角点西室が竹から北を望む。 大光山脈の山々が連なる塩から谷釣り橋正木が現代じゃ岩からの長望大大原は中央構造線の南に位置し海洋プレートがユーラシアプレートの下へ潜り込む際に海洋プレートに堆積した砂岩やチャートがユーラシアプレートの縁へと押し上げられて隆起した地形であると考えられている大大原は日本では稀な非火,火山性の隆起順平原であるとされているが 一方で、今から1500万年前に巨大噴火が起こり、大台カルデラが形成されていたとする説もある。西部と南部は、山地隆起と桜白によって、標高差1000メートルの深い谷筋が形成され、硬い岩石で構成された地質が鋭く切り立った地形を作り上げている。南東方面は、熊野灘に面するリアス式海岸で、大台が原は、 海岸線からの急峻な斜面の頭頂部にある。南東の急峻な斜面を海上から湿った風が吹き上げるため大台ヶ原では、年間を通じて降水量が多く、薬島に並ぶと言われるほどの田打ち帯である。特に日本列島の太平洋側を台風が通過する際には、南東からの風が強くなるため、10月頃を中心に降水量が多い。1920年には、 年間8214ミリの雨量を記録し、1923年9月の台風時には1日2011ミリの降水記録がある。大台ヶ原の南東部、正木きが原や牛石が原では、頭皮の立ち枯れと笹原が見られる。これは、1959年に近畿地方を襲った伊勢湾台風が森林を破壊して、地表に日光が差し込むようになり、苔類が衰退して、 宮古笹が繁茂し始めたためである。宮古笹の繁茂はこれらを主食とする日本自家の生息数増加を招き、大台ヶ原の森林を構成する樹木の養木や樹皮が鹿に採植されるようになった。この他にも人意や地球規模での環境変化など複合的な要因によって森林衰退が進んでいると考えられている。環境省では、 鹿が環境に与える影響が大きいとして個体数の調整を実施してきているが自然保護団体からは鹿と環境変化の因果関係は不明であり駆除を行うべきでないという意見も出ている生息種の例大台ヶ原は吉野熊野国立公園の一つに指定されていて中心付近の標高線573.7メートル地点には 大台ヶ原の自然や歴史を紹介する施設として、大台ヶ原ビジターセンターが建てられている。ビジターセンターには200台以上を収容できる駐車場が整備され、周辺には売店や飲食店、宿泊施設が営業している。登山道はビジターセンターを起点に周回する複数のルートが整備されているほか、東側三6の大杉渓谷からのルートが知られている。 1961年に大台ヶ原ドライブウェイが開通してからは手軽に訪れることができる山となり、登山者や観光客が増加したことも自然に影響を与えていると推定されている。ビジターセンターから東の区域は東台台と呼ばれ、一般登山者向けのコース、東大台ヶ原自然観察路が整備されている。ヶ山頂は東台の北東端にあり、 登山道は、尾根沿いに、南西英牛医石が、原山正が原を通りながら、大蛇。ビジターセンターから、西の区域は、西大台と呼ばれ、自然環境を保持して、自然体験の場を提供するため、環境省により立ち入り人数が制限されている。また、立ち入りにあたっては3ヶ月前までに、事前申請を行って、手数料を納付した上、当日までにレクチャーを受けなければならない。 西大田へは、ビジターセンターから入るゲートと、南西の逆峠から入るゲートがある。公共交通機関大台ヶ原ビジターセンターの、駐車場脇には、大台ヶ原バス停があり、近畿日本鉄道の吉野線山と上市駅から、奈良交通が、路線バスを、季節運行している。大杉渓谷の登山口へは、JR 東海の帰省本線三世谷駅付近から、 エスパール交通株式会社が、大杉渓谷登山バスとして、募集型企画旅行のツアーバスを運行している。自家用車、国道169号新白母港トンネル付近から、奈良県道40号大台ヶ原公園川上線を、経由して、ビジ大杉谷の登山口へは、規制自動車道大宮大台インターチェンジから国道422号や、 三重県道53号大台ヶ原線を経由して約4 7トルの道のりである。日室が竹山頂や大蛇岩から北や西の方向に紀伊山地を見渡すことができる。ありがとうございます。